どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今回はなかなか前に進めないタレントの特徴というテーマでお送りしたいと思います。僕は以前芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録もしていただけたら幸いです。はい、というわけで今回はなかなか前に進めないタレントの特徴というテーマでお話できたらと思います。早速僕なりの結論をお伝えできたらと思うんですけど、それは考えすぎ、悩みすぎな方ですね。特に現代はそういう方すごく多いと思うんですよね。まあ、かくいう僕もね、まあ、時々そうなっちゃうことあります。まあ、やっぱり今って情報があまりにも多いから、もう何が正解か本当わからないですよね。情報社会の弊害だと思うんですけど、まあ、本来人の行動を後押しするはずの情報が、まあ、逆に人の行動の足を引っ張ってるみたいなところがすごくあると思います。確かに何か行動を起こす時とか決断する時ってやっぱり失敗したくないから、まあ、いろんな情報を集めたくなりますよね。でもですね、まあ、結局やっぱりやってみないと実際どうなるのかっていうのはわからないんですよね。確かにもちろんやってみてこれはやらなきゃよかったなって思うことももちろんあります。でもそれが分かっただけでも前進だと思います。その時は気持ち切り替えてスパッとやめればいいだけです。ありきたりの言葉ですけど、まあ、やらない後悔よりやった後悔の方がずっといいと思ってて、まあ、例えば芝居とかでも自分が試してみたい芝居のプランがあるのなら絶対やった方がいいと思います。結果的にそれが現場で採用されなかったとしても、まあ、監督はそんなチャレンジ精神はすごく買ってくれるものです。監督のお話聞いててもそうやって芝居でいろんな提案をしてくれる役者はすごく助かるって監督すごく多いです。一番良くないのは試したい芝居があるのに、まあ、ちょっと台本と違う感じになっちゃうかなってこうひよって結局当たり障りない芝居をしてしまうことだと思います。それだとたとえダメ出しは受けなかったとしても監督の印象には残らないし、まあ、何より自分の中でなんであの時ああしなかったんだろうなって後から後悔してしまうことになりがちだからです。だから芝居にしても活動にしてもまずやってみよう、これを合言葉にしてもらえたらと思います。有名な発明家のエジソンがこんな言葉を残してます。それは失敗じゃなくてその方法ではうまくいかないことが分かったんだから成功なんだよと。だから皆さんには何かやってみたいなと思うことはとりあえずやってみてもらえたらと思います。あと考えすぎてしまうことと近いところで悩みすぎちゃう時もあると思うんですけど、まあ、ちょっと突き放した言い方にはなっちゃいますけど、まあ、悩んでる時間ってやっぱり無駄でしかないと思うんです。もしどうしても悩みが頭でぐるぐる回っちゃう時はですね、その悩みを大きめの紙とかに書き出すっていうことをやってみてもらえたらと思います。これやってみるとわかるんですけど、紙に書き出すとさっきまで悩んでたことがすごく楽になって、まあ、徐々に冷静な感情を取り戻せる感覚を味わえると思います。そしたらですね、これからどうするかということを考えて今の状況を改善するために何をするべきかということを考えてみてください。きっと明日からやるべきことが見えてくると思います。僕もこの YouTube の台本書くときはですね、まあ、書き始めるときとかはああもうダメだ、もう何も話す話題見つかんないわ、終わったって思ってるんですけど、まあ、いざね書き出していくと不思議とだんだん頭が整理されてですね、どんどん皆さんにお伝えしたいことあふれてくるんですよね。だから皆さんにもぜひ試してみてもらいたいこととしてはですね、まあ、別に毎日書くとか決めなくてもいいので日記を書くという習慣を持ってもらえるといいんじゃないかなって思いまして、まあ、例えば見開きのページのこの左のページに今の悩み事とかをわーって書いて、これ右のページに自分が思うその悩みに対する解決策を書き出していくっていうことをやってみてもらえたらと思います。きっとだいぶ自分の頭が整理されると思います。そんなわけで今回は考えすぎてしまうとき、落ち込んでしまうときの対策についての話をさせていただきました。何か考えすぎてしまうときはまずやってみようと、何か落ち込んでしまったときはこれからどうするかと、まあ、そんなねマインドを思い出してもらって足を踏み出してもらえたらと思います。まあ、人生ね順風満帆じゃなくてもいいじゃないですか。皆さんも映画やドラマ見たときに順風満帆な人生歩んでる主人公になんて1ミリも共感しなくないですか。思い通りにならないことが起こるからこそ人生面白くなると思います。だからね、皆さんも何か苦難に見舞われた時はですね、しゃあ面白くなってきたとね、そう思うぐらいでちょうどいいと思います。まあ、全てが皆さんの人生をより味わい深いものにするスパイスですから、苦難があればあるほど未来は感動的な結末になると思います。最後に笑えればオールオーケーです。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださってる皆さんが役者としてさらに活躍していってもらえることを祈ってます。これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、もしこういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもよろしくお願いします。もしこういったことが知りたいということがあればそれについての動画も作れたらと思いますので、コメント欄にご記入いただけたらと思います。
またこのチャンネルのメンバーになってくださった方には月に 2,3 本の映画の脚本配布や毎月違う映画監督を講師にお招きして行っているメンバーの方限定の演技ワークショップの実施、映像資料の作成のお手伝いなど様々なサポートをしておりますので、そちらもご興味あればぜひ概要欄のトップの URL からお入りください。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。